朝起きてカーテンを開ける、窓を開ける。図工、美術ですね。好きでしょ。木とかをこう彫刻とかで彫るのが好きでしょ。数学です。お皿洗い、食器洗いすると試合に負けない。じゃあ負けてる時はしてないってことですね。負けてる時はね、多分ね、食器が少ない、大量の食器がこうある時にやった方が勝つ率は上がるっていう。いやー、どっちもですね。でもいじるの好きっす。結構みんないじります。スタジアムが近い、客席と。あとこの間ガンバの時に久しぶりにレイソルの応援を聞いて、応援かっこいい、かっこいい、なんかね、乗っちゃう。